バニーフィギュアモー、タイツ部分株式会社フリーイングは、神奈川県横浜市中区にある企業。神奈川県横浜市中区山手町281番地の4日本共置2006年8月8日設立。玩具の企画、制作、販売や、イベント、コンペリィション等模様物の企画、運営、管理、飲食事業を営む。漫画、アニメ、 ゲームキャラクターにバニーガールの衣装を着せたフィギュアを多く手掛けており、網タイツやストッキング部分に実際の布素材を用いることで、プラスチック素材やソフトビニール素材だけでは限界があった質感表現を向上させる技術を有している。また、日本のお笑いタレントである絵頭2時50分をアクションフィギュアフィグマ化した製品が話題となり、後に世界の名画を題材とした。 フィグマシリーズテーブル美術館へと発展している。なお、成人向けフィギュアを取り扱っている株式会社バインディングはフリーイングと所在地が同じである。AB 株式会社フリーイングの情報。法人番号公表サイト。国税庁。2021年7月24日閲覧。カンパニープロフリー。フリーイング。2021年7月24日閲覧。 プロダクツ、フリーイング、2021年7月24日、閲覧。実当320万6026。特許情報プラットフォーム、工業所有権情報、研修館。2021年7月24日閲覧実三3 2 0万6 0 2 6特許情報プラットフォーム工業所有権情報研修館2 0 2 1年7月2 4日閲覧タイツを履いていない、バージョンのフィギュアを生足バニーバージョンとして取り扱っている。書室紙画像もあり、テーブル美術館、 シリーズ海の親に直撃インタビュー。読み応え抜群。グッスマラボ。グッドスマイルカンパニー。2021年7月24日閲覧。株式会社バインディングの情報。法人番号公表サイト。国税庁。2021年9月8日閲覧。ありがとうございます。